新宿警察署からのお願いです。最近マッチングアプリで待ち合わせした女性に行きつけの店と言われ、案内されたお店で法外な価格で支払いを強要されるトラブルが多発しています。マッチングアプリで知り合った女性と食事する際は、あらかじめ支払いについての話し合いを。あ、もしもし、ごめんごめん、着いた。うん、何回？あ、ほんと、あ、じゃあごめん、一回いる。うん、じゃあ待ってる、はい。はい。怖いな。あ、園田さん。あ、美咲さんですか？あ、はい、美咲です。すいません、お待たせしちゃって。いや、全然、40分くらいです。すいません、本当に。いやいや、全然。あ、魚好きって言ってましたよね。一応僕調べてきたお店あって。あ、私ちょっと行きたいお店あるんですけど、いいですか？え？あの、いつも行ってるお店あって、そこ予約しなくても個室案内してくれるんで、そこでもいいですか？あ、はい、大丈夫です。じゃあ行きましょうか。あ、ちょっと、新宿警察署からのお願いです。はい、これ聞きました。あ、まあずっと流れてたんで。なんか最近流行ってるらしいっすよ。へえ、あ、そうなんですか。いや、ちょっと気をつけた方がいい。わかんないだろ。なんで決めつけてんだ。わかんないだろ。まだぼったくられてから言えよ。ぼったくられてからじゃ遅いですよ。ラストチャンスなんだよ。これ逃したら今年も一人だよ。俺今年数え年で30だよ。あんま数え年で生きてる人いないですよ。あと1年ありますって。じゃあこんな危ない橋渡る必要ないですよ。危なくないかもしれないだろ。危ないは危ないです。渡りきれるかもしれないだろうならわかるんですが、こんなの危ないは危ないですよ。うるさいな、関係ないだろ。もう後がないんだよ。毎月毎月課金して貯金ももうほとんどないし。え、貯金もうないんですか？あ、今日は5万持ってるから大丈夫。あ、よかった。やめた方がいいですって。わかんないだろ。わかんないだろって。レナ。あ、美咲じゃないんだ。お待たせ。ねえ、遅いんだけど。なんか松役の時間勘違いしてて、ちゃんと調べないからでしょ。なんかサイトに書いてあった倍取られたし。ねえ、もったいな。今日これあるからいいかと思って。私もさっきエアポー使った。わかんないだろ。何も言ってないよ俺。最近なんか音大きくなってない？なってないですよ。さっきよりあなたに響いてるだけです。あー、いたいた。あー、どうもどうも、すいません。伊原さんですよね？そうですそうです、くずなさん。はじめまして。お腹空いてます？そうですね。あ、私一応予約してるとこあって。あ、俺ちょっといつも行ってるお店あって、そこ予約しなくても個室案内してくれるんで、そこでもいいですか？え、あ、そこの方がいいなら全然。じゃあ行きましょう。ビルの8階なんですけど、すっごい綺麗なんで。やめた方がいい。え、ちゃんとこれ聞いて。マッチングアプリで知り合った女性と食事する際は、これ男女逆でも全然起こりうるから。何ですか？何ですかじゃないよ。そんな人じゃないですよ。今会ったばっかで何がわかるんだよ。関係ないじゃないですか。ほっといてくださいよ。せめてあんただけでも助かってほしいんだよ。自分諦めてんじゃねえか。同じ手口をさっき見たんだよ。早く行きましょうよ。ほいほい、行きましょう。行くなって。わかんないだろ。え、3対1？そうですよ。お店用意してくれてるからそこ行くんです。いいでしょもう。絶対店とグルですよ、その人たち。なんなんだよ。せっかく忠告してあげたのに、恩をあだで返すなよ。これあだとすんなって。恩と思う？これはもういいよ。ぼったくりでも結婚できれば。ぼったくりだったら結婚はできないよ。いいんです、行こうと。すいません、ちょっと怖いんでやめときます。え、ちょっと、人助けてんのに自分だけ。あ、どうしました？席料だけで4万だって。やめときなって。